で第1弾は一番乗ってる回数多いんで、これ一発目にシャーパーを紹介していきたいと思います。こんにちは、河村海佐です。ついに YouTube チャンネルを開設することになりました。イエーイ。まず自己紹介ですよね。僕が何してるのかっていうと、僕はプロサーファーをしていまして、他にもコーチング、サーフィンを教えることをやっています。どんな人に教えてるのかなっていうと、大人からすごいちっちゃい10歳ぐらいのキッズ、ピラミッドの上の方の部分でいうとトッププロの選手とかも教えたりもしていまして、そういうことをどんどん YouTube とかで発信したりとか、動画の解説とかプロサーファーの気になることだったりとか、コメントとかもらえたらいろいろ発信していきたいと思うので、ぜひぜひください。よろしくお願いします。で第1弾はプロサーファーのサーボードってどんなの乗ってんのとか、試合でどんな板使ってんのっていうことをよく言われるので、それをちょっと公開していろいろ板の説明とかをしていきたいと思います。で今回はよく使うボードを3ブランドですね。 1,2,3 シャーパイとロストメイヘムと YU ですね、の3ブランドをよく乗るので、というか試合で使ってるので、これを一気にやると無理なんで、ちょっと1個ずつ紹介していきたいと思います。第1発目はこのボードですね。 HT2 っていうんですけど、ホーリートレード2っていう有名なサーフィンやってる人だったら大体知ってるであろう CT サーファーのフィリッペトレードっていうブラジルのエアがすごい得意な選手がいるんですけど、その人のモデルで、僕はこのシャーパイのモデルの中で一番気になったのを一発目に作りたかったんで、これが一番気になったんでこれを作ったんですけど、サイズは510で、18.38だから18.8/3ですね。で 2.25 だから、2と1/4。リッターちょっとあんま分かんないんですけど、これでだいたい幅も厚みもこのサイズです。で長さもだいたい5.9×5.10ぐらいですね。この板は基本的にコナミ用で使ってる人が多いのかな。僕は結構サイズある時の逆に調子よくて、どんな時に使ってたかって、 JPSA ってプロツアーの試合がバリであったんですけど、その時も使わせてもらってて、全然バリでもターンも伸びるし、リップの切れ味だったりとかフローターとかそういういろんな技あるんですけど、その時の着地の安定感もいいし、技のキレだったりとか、あとテイクオフも早いし、僕が結構好みの板だったんで、結構ずっとそういうサイズでも使ってました。でそのバリの試合の前に練習でハワイに行ってたんですけど、でその時に初めてこの板乗ったんですけど、その時もハワイのハレイワっていうポイントがあって、そこで結構使わせてもらってたんですけど、その時も結構、ハワイサイズで4-5フィート、どんぐらいだろう、3メートル前後ぐらいの波があった時も使ってたんですけど、その時からも全然すごい板の反応も良くて、普通短い板だと波押してもらって波のスピードに対してターンが伸びないと置いてかれちゃうんですけど、この板は510全然短いんですけど、パワーある波でもずっとついてきたりとかもしてて、すごいもうその時点ではバリで使おうと思って、だいたいサイズある時に使うようにしてます。でフィンはこれなんですけど、基本僕最近はもう FCS2 のサイズある時はラージですね。でなんでミディアムとかラージとかどうやってみんな使い分けてんのって結構聞かれることもあるんで、それは今度また違う YouTube の番組でやろうと思ってるんですけど、基本的にこの板は僕はこのアルメイクラージ青いやつがすごい合うんで、よく好んで使ってます。赤いやつ、ここ赤いやつもあるんですけど、ミディアムは基本的にコナミ用とかで使ってるんですけど、僕は基本的にこのラージが多いですね。
はい、では次の板2本目ですね。この板はモデルがまずさっきとちょっと違くて、これです、じゃん、 HT2.5 2.5 っていうの、ホーリートレード、さっきのブラジルの CT 選手のフィリペトレード、エア得意な選手のモデルで、これのもう特徴はもう何と言ってもここです、ここ、じゃん、これチャンネルって言ってこう溝みたいな2箇所入ってるんですけど、これがすごいもう特徴で、これテールもまたこうスワローってちょっと違うんですけど、ここの水抜けがすごくいいんで、これがあるとどうなんのって、単純にサーボードの裏面なんですけど、これ裏面からこうバーって水が抜けやすくなるんですよ。要は反応がすごい良くなりやすいボードなんですね。でまあ僕はすごいこの板はコナミ用に使ってます。コナミ用だとやっぱその反応がすごく良くなるので、こう技がすごくクイックになりやすいので、トロい波、ゆっくりの波だったりとか、まあ速い波でもすごい反応良くなるので結構おすすめですね。けど合わない波もあって、風がすごい強くて、横風ですね、サイドの風がすごい強い時とか、そういう時はここの逆にチャンネルに海の面がガタガタだと逆に拾ってしまって、すごい不安定になっちゃうんですよ、グラグラしちゃうような感じですね。だから基本的におすすめするのは面がすごい綺麗で、例えばオフショアで風がなかったりとか、風が強くなくて、そこそこサイズある時とかでも使えると思うんで、ちょっとまあ機会あったら試してみてほしいですね。でサイズなんですけど、この板、さっきの板が 5.10 だったんですけど、これ 5.9 ハーフですね。まあちょっとハーフインチほんのちょっとだけ短くしてて、幅と厚みはさっきも一緒なんですけど、 18.38、 18と8分の3 2.25 なんで2と4分の1ですね。でテールがちょっとスワローっていう割れてるやつです、ね、さっきちょっと四角っぽい感じですかね、だったんですけど、フィンもさっきラージだったと思うんですけど、これはミディアムって赤いやつ、ちょっとちっちゃいサイズにセットしてます。僕は結構コナミでも使ってて、去年この板試合でも使わせてもらったんですけど、オリンピック会場でもあるシダシタってとこで JPSA のプロツアーの最終戦やってたんですけど、そこで最後使って決勝まで行けて3番だったんですけど、まあ、この板本当は乗るつもりなかったんですけど、サイズあったんで、その前に試合で板が折れてしまって、スペアの板予備のボードなくて、これまで1回も乗ったことなかったんですけど、これしかなかったんで、とりあえずサイズ頭ぐらいあったかな、最終あったんですけど、これしかないんで、とりあえずこれ鳴らしてみるかっていうことでやってみて、意外にサイズあってもスピードも出るし、まあ前半はすごい面が綺麗だったんで、すごい反応も良くて、キレもあるし、そこそこ点数が出せてて、まあ、決勝ちょっと僕の嫌いなサイドの風吹いてきちゃったんであんま乗れなかったんですけど、まあでもすごく反応も良くて、みんなに乗ってほしいおすすめの一本でもありますね。ぜひ使ってほしいなと思います。第一弾はシャープアイ編ということで、皆さんどうだったでしょうか。去年ね、まあ、今年もですけど、やっぱり一番乗ってる回数が多かったブランドだと思うんですけど、まあ、まだまだ紹介したいモデルもあるので、またこれ好評でしたらいろいろ紹介していきたいと思います。コメントなどでサーフィンに関する質問だったりとか、コーチングでもいいですし、まあ、なんかいろいろ何してほしいとか、そういうコメントをもらえたらどしどし待ってるのでよろしくお願いします。チャンネル登録ぜひしてください。っていうか、もう絶対してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。